こんにちは、井上です。今日は効率化がお客様の利益になるようにしようということでお話しようかなと思います。で、これ効率化ってご自身の利益になることではあるかと思うんですよね。仕事が早く終われば、他のことできますんで。で、これは独立後ならではのメリットでもあるわけですよね。これ独立前だと、効率化して仕事早く終わらせると仕事が増えるだけですから 損しますよね。だから私はその効率化できたっていうことを黙っていました。まあ、終わってないふりをしてました。まあ、今、時効かなと思って話しますけども、でもまあそうしてました。だから、まあ3秒で終わってる、3秒なり3分で終わってることも3日かかっているふりをしてました。まあ、それはそれでしんどかったですけどね、しんどいことではありましたけども、でもそうしないとどんどん仕事が増えてきて、早く終わるもんが負けみたいな感じになってしまうので、それを独立後は切り替えなきゃいけないわけですよね。で、その早く終わらせたもん負けっていうのが、なんで思ってたかというと、別にその職場になんか愛情もなかったし、恩義はもうその与えられた仕事をやるっていうことでもう返してると思ってましたんで、それ以上返す義理もないなと思っていました。だから、まあ、そこを一生懸命やるっていうのも大事かなと思うんですけども、そこは私は思えなかったんですよね。で、独立後はそれがまた変わってくるわけです。で、大事なお客様と直接つながることができて、で、それが自分が効率的に仕事をすることでお客様の利益になると、まあ、そういう流れなり考え方を作っておいた方が効率化にはなります。早く終わらせるっていうことがとお客様に喜んでいただけるわけですよね。で、じゃあその仕事が増えるかっていうと、まあ、別にその独立後だとその仕事が増える、あれもやってください、これもやってくださいみたいな仕事の増え方ってしないかなと思うんですよ。まあ、終わったら終わったで別にそれはそれでいいですし、まあ、仮に増えたとしても、まあ、ただその定額制で、まあ、例えば仕事をしている場合ですね、まあ、顧問料とかですね、今で言うとサブスクリプションみたいな感じになると、まあ、仕事を早く終わらせれば終わらせるほど仕事が増えるということにはなるんですけども、まあ、独立前と比べるとそこの、まあ、コントロールといいますかバランスは取りやすいかなと思っています。で、私はそのタイムチャージの仕事を結構してはいますんで、例えば昨日なんかでも90分っていう一つの枠の中でお客様とのコンサルティングさせていただくと、まあ、昨日は法人のお客様の税務申告、経理のチェックと税務申告のサポートではあるんですけども、この仕事を私がめちゃくちゃ好きなのは、この請け負うんじゃなくて、そのサポートするっていう仕事が好きなのは、まあ、私がそこで早くなればなるほどお客様のメリットになるんですよね。そういった仕事を私は増やしてはいます。もちろん顧問のお客様も、その早く返答すれば、昨日も顧問のお客様にデータを作ってお渡ししたんですけども、まあ、それも別に昨日しなくてよ、まずそちらの方でちょっとお話しすると、昨日しなくてもいいんですよね。まあ、ちょっととある書類で、まあ、この後でもよくて、で、そのお客様が必要とされる資料だったんですけども、でも早いことに越したことはないんですよ。早いことに越したことはないんで、で、おとといいただいたメールで、昨日開始するときにもうその資料をお送りしたと。で、そこで、まあ、考えようによっては、じゃあちょっと資料を作って改めてお送りしますというふうに、ワンクッションを置くっていう考え方もあるんですけども、まあ、そこでスピードはあるんで、で、その早く作るっていうスキルは持ってはいたんで、で、それはですね、まあ、ちょっと話せる範囲で言うと、お客様が、別の取引先の方にお渡しする書類なんですよ。で、そのお客様が Excel にそれを毎月の数字をまとめておいていただいて、で、それを明細にしてると。で、それを集計してっていう仕組みを私は前から作ってるんですよね。で、その作っている仕組みを使って、で、その今年分、1月から今月までの分をっていうのを集計して、で、それを書類にしてお送りしたという感じではあるんですけど、これですよね。別に、その手打ちで私が集計しても、まあいいっちゃ、まあ、よくはないですね。まあ、もしそうしていたら、昨日返せなかったんですよね。で、まあ今日返せるか、まあ来週とかになってしまうんで、まあそれはやっぱりそういう自分が効率化していることがお客様の利益になったと。で、その後、その
先ほどちょっとお話しした法人のお客様の申告のサポートをさせていただいて、その時にもうやっぱりその数字を素早くチェックするっていう、そこが効率化できていると、そのチェックする時間は別にお客様のメリットじゃないですからね。じっくり見てますと、じっくり見ていただいているとありがたいって感じにならないじゃないですか。でお客様とこの対峙してるわけなんで、その時間はお客様との対応会話なり、お客様からの相談に答えることに専念したいんですよね。じゃあちょっと待ってください。今ですね、ちょっとじっくりデータを見ますん で15分いただけますかみたいな。それ15分お客様ずっと待ってなきゃいけないわけですよね。なんかそういうのって好ましくないなと思うんで、じゃあそこで効率よくデータを見るスキルっていうのは日頃から磨いています。で、昨日もそのちょっと Excel の、お客様の Excel のデータをちょっとまとめて会計ソフトに入れるっていうのもあったんですけども、それもマクロを使って、でなおかつその会計ソフトにインポートっていうのを使ってその場でちゃちゃっとそれを入れたと。で、まあ、それがなかったら、じゃあお客様のその Excel のデータを見ながらそこでペチペチ入力するっていうことになっているわけですよね。そうすると10分20分すぐ経ってしまうっていうのを、まあ、それこそ3分ぐらいで終えてっていうのができるわけで、だからその効率的にやればやるほどで やればやるほどで、その段取りもそうですよね。どういう話の流れでその90分を組み立てるかっていうところも、そこも効率的にすればするほどお客様のメリットになるっていうことにはなります。で、私が早く答えれば答えるほど、早く処理すればするほど、まあ、ご相談いただくことも増えるし、回答できることも増えると、まあ、そういったことにはしております。で、それはいろんな仕事すべからくあると思うんですよね。早くその納品する、早く返信する、まあ、そういうその効率化で、効率化できてないと、自分が効率化できてないと結局その心の余裕がないわけじゃないですか。メール返すにしても、わあメールがいっぱい溜まってるって、あれもやんなきゃこれもやんなきゃって、で結局夜になってしまうとか、まあ、逆もあってメールをガンガン返して日中は返していて、で夜に自分のそのこなす仕事をするとかですね、まあ、そういうことになってしまって結局納品が遅れるとかっていうのもありますん で昨日ちょっと出版社さんのに行って編集者さんともお話ししたんですけども、まあちょっとまだ詳細は伏せますけども、結構、書くのは早くなったと思います、私は。で、今回のお話もちょっとタイミング的にですね、今出したかったんですよ。今出したかったっていうのはあって、それは編集者さんも私も一致するところではあったんで、じゃあ今出すためにっていうので、本ってじゃあその出すっていうところから何ヶ月前に。までには書き終えなきゃいけないと、仕上がらなきゃいけないと、そうすると逆算して最初の原稿はいつ出さなきゃいけないかっていうのが決まってるんですけども、まあ、今回、まあ、そこで最初はまあ大丈夫かなと一瞬思ったんですけど、まあなんとかなるかなというのでそれでやったわけですよね。でそれも結局効率的に書くっていうことも大事で、でなおかつ他のことを効率化しておいて、いざという時に時間を持っておかないと、そうやってできないわけですよね。で、早く仕上げることによって、まあ、これが1ヶ月遅れたらもう全然状況変わってたなと思うんですよ。で、まあ、その、早く出すことによって、喜んでいただけますし、で、まあ、もちろんその、読者の方にも早く出るに越したことはないわけですよね。もちろんそれなりのクオリティを保ってっていう。まあ、それなりと言いますか、それ相応のクオリティを保ちながら、手を抜いて早く出しても仕方ないっていうところがあるんで、まあ、それを保ちながらということがあるんで、もうその速さっていうのが、まあ、やっぱりお客様のメリットになる、なるようにしてはいますね。私は。なるような仕事の仕方なり受け方をしているというようなところです。で、何よりもそのお客様に対して、まあ、本の場合は、その編集者さん、出版社さんもお客様でもありますし、その本が出た後の読者の皆様もお客様ではあって、で、1対1のコンサルティングだと、それはそのお客様ではありますし、セミナーだったらそのセミナーに参加していただく方ではあるわけですよね。で、そういうお客様に対して、早く提供したいって思えるようなお客様に来ていただくっていうのが大事ですよね。あとこれ、独立前と同じように言ってたらあれですけど、私も独立前も大嫌いだったんですよ、上司が。もう尊敬できる方全然いなくてですね。
それは私の不徳のなすところではあると思うんですけども、私にも原因があるとは思うんですが、まあなんか全然そこに尽くそうと思ってなかったと。で、独立当初もなんかそういうところはモヤモヤっていうというところはあったんですけども、やっぱりその営業を工夫することによって今は望むお客様にありがたいことに来ていただいていると、まあ、そうするともうすぐ返したいんですよ。すぐ返したいし、そのお客様のメリットになることっていうのをひたすら考えてるんで、だから効率化できるようにはなってます。で、いつ何時お客様からご連絡いただいても返せるように、まあ、ただですね、電話だけはちょっと苦手なんで、電話だけは、で、電話を使うとかえってすぐ返せないんですよね。まあ、一昨日まで南紀白浜ってところで娘と3日間旅をしてましたけども、じゃ電話があって、じゃあ海で出ることはできます、出ることはできるけども、周り騒がしいし、まあ、手も濡れてるし、まあ、手は濡れてるのは関係ないですけども、で十分そこで返せないということはあるんですよ。でもメールだったら別に砂浜でもパッて返せるわけなんで、そっちの方が早いっていうのもありますよね。で、なんか車を運転してるときは電話取れないですし、まあ、もちろんその車を運転しても電話取るようなものを使えばいいんですけども、まあ、そこまでして私電話使えなくないなと思って、ちょっと電話だけはちょっと申し訳ないんですけども、まあ、それ以外であればすぐ返せると、まあ、最速でお返しするということです。最速でお返ししますし、最速で納品するし、まあ、最速で相談に回答すると、まあ、そういうことをやっております。それがをしたいというお客様に来ていただくと、だからその営業っていうところも大事ではあります。だから効率化って、まあ、ちょっと前の YouTube でお話しましたけど、効率化ってやっぱ営業入り口ってやっぱ大事ですよね。どんな仕事でも効率化できるわけではないですし、まあ、どんな方にも効率的にすぐ返したい、すぐ仕事をしたいってわけではないかなと思うんですよね。だから今ボイシーで、まあ、同じく平日毎日営業術、一人仕事の営業術で語ってますので、もしよかったらそちらも参考にしていただければなと思うんですけども、まあ、そういうそこの営業を工夫しつつ望むお客様に来ていただくというところも大事ではあります。まあ、そういったことをしていくと、その効率化するとお客様に喜んでいただけると、で、お客様に喜んでいただきたいと、で、そうするとますます効率化がはかどると、で、それがうまく回ってくると仕事を効率化していくということにはなります。で、この YouTube もそうで、この YouTube をご覧いただいている方はその大事なお客様ではありますので、まあ、そのお客様に貢献したいということで、じゃあ私がその効率化できてなくて時間に追われたらもうこの YouTube できないわけですよね。まあ、今日は忙しくて、これ忙しくてできませんみたいなことになってしまうんで、だから、まあ、そこのそれをまあどう考えるかではありますよね。そこになんか有料と無料って関係ないと思うんですよ。じゃあ有料の仕事を優先しますっていうのもなんか変な気もしますし、なんかその、例えば本を書いてる時にブログをやめるっていうことも私しないですし、メルマガをやめるっていうこともしないですし、自分が何かをしたいからといって発信やめるっていうことは、まあもちろんですね、もうこれは続ける意味はないなとかですね、もっと言うと続けたくないなと私が思ったら、まあスパッとやめます。まあやめた発信もありますんで、やめた発信もあるんですけども、まあ、続けている発信については、まあ、その中途半端に終えないようには したいなと思っております。有料だから無料だからっていうのは、まあ、関係ある、関係ないですよね。関係ないかなってところはあるんで、なんか それで、この YouTube を続けるために効率化もしているということです。まあ、そうするとまたその効率化のいいサイクルっていうのが回ってきますんで、なんだかんだですよ、私が考えるように、まあ、効率化ってまあ自分のためだけではあるんですけども、うん、なんかこの、よく漫画とかですね、漫画だね、映画とか小説とかもいいんですけども、なんか自分のためっていうよりも、自分以外のためになんかやった方が人間って力は出るかなと思っていて、まあ、効率化って確かに私が、まあ、早く、めんどくさいから早く、めんどくさいことを効率化したいとかですね、効率化して遊びたいとか、まあいろんな自分のためっていうのもあるんですけども、やっぱお客様のためって実は考えてるんで、まあちょっとその綺麗に言い過ぎかもしれないんですけども、お客様のためって考えてるんで効率化はできるっていうことにはなります。だからそう考え
考えてみていただきたいというのと、そう考えられるお客様とお付き合いすると、もうこの方のために効率化したくないと思ったら、その仕事はしない方がいいかなと思います。やめた方がいいかなと思います。なんかまたメール来たよ、めんどくさいなとか思うんだったら、もうその方とお付き合いしないのが礼儀かなと私は思っています。まあ、そうやってお別れをお願いしたこともあります今までですね。で、そういう仕事があると、やっぱりその効率化のこのサイクルが回らないわけですよね。そこで止まってしまうんです。止まってしまうんで、なんかちょっとそこでテンションが落ちたりとかしたりですね、してしまうと、じゃあ来週の月曜日はなんかめんどくさいな、あれ行かなきゃ、あそこ行かなきゃいけないなとかって思ってると、やっぱモヤモヤとして、やっぱり非効率、効率も落ちますんで、そういうものを、まあ、ちょっとずつ小骨を取り除くがごとく取り除いていくっていうのが、まあ、日々改善すべきことであり、効率化につながることではあるかなと思います。で、効率化って、まあ、一口に言って何か素早く操作するとかですね、そういうことだけではなくて、まあ、もうちょっとこう上位の概念かなと私は思ってはいます。全体を見て、で、何でもかんでも効率化してるわけでもないですし、まあ、よくその効率化言ったってみたいな、で、そういうことではダメだみたいな論調もありますけども、いや、その効率化できることは私はスパッとやった方がいいと思うんですよね。やってその時間作るっていうのはやった方がよくて、で、効率化ばっかりっていう意見の方こそは、まあ、なんか効率化がまだ足りてないなっていう気はしますよね。一旦極限まで効率化してないっていうのはあるんで、そこ中途半端に効率化ってやっぱりこう良くないんですよね。中途半端にっていうのは、だからスパッと時間をがっつり作ると、まとまった時間を作るぐらいの効率化ができないと、まあ、なかなかその先は見えてこないかなってところはあります。だから一度徹底して効率化もしてみた、まあ、でも効率化、その徹底して効率化するっていうのに、今日お話したその効率化の先にあるお客様なり、効率化の先にある仕事ですよね。まあ、そのこのお客様に貢献したいっていうのがないと、ちょっと効率化がちょっと、ゆっくりになると言いますか、うまくできないかなと思うんです。だからそういう方を見つけるのが先か、効率化スキルが先か、まあ、両方ではあるんですけども、このお客様を、その望むお客様、望む仕事を探しつつ、効率化スキルも粛々と磨いていくと。で、それがカチッとはまる時が来ると、この効率化のサイクルっていうのがうまく回ってきますんで、ぜひそのお客様のために効率化してみていただければなとは思っております。で、これがですね、お客様のためにのバランスが多すぎると、大きくなりすぎると良くないんですよ。またで、多くの方のお客様に貢献したいってなると、仕事をどんどん受けてしまって、こう右から左に流すようになってしまうんで、まあ、そうするとちょっと楽しくはなくなるんで、だからそんなに自分がその気をかけられるお客様の数って多くないと思うんですよ。多くないんで、そこの仕事量は増やさずにっていうのはやっぱり大事ではありますね。だから私はもう正直まだキャパはあるんですよ。キャパはあるんですけども、それ以上の、今以上の仕事は受けないようにしているのは、まあ、そういうこともあるからではありますよね。で、じゃあお客様が、じゃあ10人だったら、その効率、そのお客様のことを考えて、どんどん効率化して、どんどん早い対応なり、素早い納品なりで、素早い判断なりができるでしょうけども、それが100人になると、まあ、ちょっと無理かなと思うわけですよね。100人じゃなくても20とかでも無理かなと思います、ね。だからそこもコントロールするっていうことが大事ではあります。仕事量をコントロールするっていうところですね。なんかそういうことも考えつつ、あまり仕事なり気にかけるお客様を増やさないっていうところも大事にしていただきたいなってところはあります。そうするためには、じゃあどうするかってなると、値付けを考えなきゃいけないですとか、仕事の内容を考えなきゃいけないとか、一体他の仕事にするですとか、自分が提供する時間と、実際に売り上げが立つものを、立つタイミングというのをちょっとずらすとかですね。まあ、そういうことのあるよ
いろいろ考えておかなきゃいけないということにはなります。まあ、今日はちょっとお客様にの利益になるように、まあ効率化がお客様の利益になるようにというところでちょっとお話ししましたけども、まあ、その他にもやっぱ考えるところがあって、まあ、それをなんか日替わりと言わないですけど 1時間ごとなりちょっとずついろんなことを考えておくっていうのが大事かなと思ってはいます。でそうすることによってそれがちょっとずつうまくいってそれがこう回ってくると効率化ができるみたいなところではありますので、ぜひ意識してみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。